皆さんこんにちは、ママジョイ千恵子です。今年の夏暑いですよね。梅雨が明けてから一気に暑くなりましたよね。私も保育園まで子供を連れて行くだけで毎日汗だくですね。暑くて疲れちゃったり、だるかったり、食欲がなくなったり、いわゆる夏バテの症状ですね。夏負けとか初期あたりとも呼ばれますね。この動画ではこの夏バテの症状と原因、対策について解説していきますね。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。暑いし動きたくないし辛い、皆さんの中にも夏バテになってしまっておられる方もおられるかもしれないですね。なぜ夏バテになるのかというと、主な原因として4つあると言われていますので、順にご紹介していきますね。まず1つ目は、猛暑の屋外からエアコンで冷えた室内に戻る時などの急激な温度差が体力を消耗してしまうっていうことです。外はめちゃくちゃ暑くって、コンビニやスーパーなどに入ると冷房がしっかり効いていて涼しくってみたいな環境を行き来することによって、体力を消耗することで夏バテになるっていうことですね。また若い方は良くても、高齢の方だと急な温度差が心肺機能に負担ってなるっていう可能性がありますね。逆に特に女性の場合は、冷房の効きすぎた部屋にいると冷えなどで自律神経のバランスが崩れちゃって、胃腸の不調や全身の倦怠感、さらには食欲不振を招いてしまって夏バテを引き落とすっていうこともあります。2つ目は、エアコンの室外機や都市部の住宅の密集化などが原因で、夜間も温度が下がりにくい熱帯夜によるものですね。現代では熱帯夜によって寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなって睡眠不足に陥るっていうこともあります。睡眠によって日中の疲労を回復することができなくって、疲れが溜まってしまい夏バテを引き起こしますね。3つ目は、汗をかく力の違いです。汗をかくとそれだけでも疲れちゃうし、服が濡れて気持ちも悪いですよね。でも人間にとって汗をかく、発汗するっていうことはとっても大事な機能なんですね。体温を36度から37度に安定して保っていないと、人間の体は正常に保つことができません。さて、その大事な汗なんですけれども、汗腺と言われるところから汗が作られて出てきます。汗腺の数は生まれてから2歳半、3歳頃までには決まると言われています。暑いところで過ごしていると汗腺が多くなって、涼しいところで過ごしていると汗腺があまり増えません。ただそこまでで汗をかく力が決まってしまうわけではありません。小さい子どものうちは汗腺の力はまだ弱くて、汗で体温を調節する力はまだ弱いです。なので大人がよく注意して、体が熱くなりすぎないように配慮することが必要ですね。成長して思春期頃には汗をたくさんかく機能が発達して、運動をしたり暑いところで過ごすなどすると、さらに汗をかくっていう機能が発達していきます。汗をかく力が弱いまま大人になってしまうと、猛暑ではすぐに体温が上昇しがちになって、へばりやすいということになりますね。特に男性よりも女性の方が閉経するまではホルモンバランスの影響で汗をかく力が弱い傾向がありますので、注意が必要ですね。また高齢になると汗腺が弱ってきて、腕や足からだんだんと汗をかく力も弱ってきますね。4つ目の原因は、塩分が失われるっていうことですね。皆さんも顔の汗が口に入っちゃったりすると、ちょっとしょっぱかったりとかしませんか？実は汗というのは塩分が含まれているんですね。皆さんの血液の中には 0.9% の濃度で塩分が含まれています。汗腺で血液から水分を絞り出して汗にしています。塩分は体にとってとても大事なものなので、汗腺では塩分を外に出さないように、なるべく薄い汗を出すように頑張っているんですね。涼しい室内にいたり、
夏以外の季節で特に運動などをしなければ、だいたい平均的な大人がかく汗は1日 500ml くらいです。1日に 500ml くらいであれば、汗腺が塩分を失わないように調整するので、汗の塩分濃度は 0.2% とか低い値ですので、せいぜい1日 1g 程度の量になります。平均的な日本人は1日に 10g くらいの塩分を摂取していて、摂りすぎって言われているぐらいですので、特に失われる塩分を気にすることはないです。でも汗をかく力が弱い人は汗腺が少なかったり、体が汗をかくことに慣れていなかったりして、濃い汗が出やすかったりします。濃い汗はベタベタした汗になりやすいですね。すると塩分を失いやすくって余計に夏バテしやすかったりしますね。では具体的に夏バテの症状ってどんなものがあるんでしょうか。夏バテになると胃腸の不調による食欲低下や全身のだるさ、疲れが取れないといった症状が出てきますね。また水分の不足が進んでしまうと頭痛やフラフラ感も出てくる場合もあって注意が必要ですね。ではそんな夏バテ対策について3つご紹介していきますね。まず1つ目はエアコンやクーラーを使用して室温を下げるようにすると体が暑くならずに済んで汗をかいたり夏バテすることもないですね。でもエアコンに当たりすぎて冷え性になっちゃったり胃腸の調子が悪くなるっていう人もいますね。風向きを調節したり扇風機をうまく使って室内の空気を循環させることで体に直接風が当たらないように工夫して使用するといいと思います。特に最近は夜の暑さがきつくなっています。夜に暑いと熟睡できずに体力が奪われるだけでなく寝汗をかくことで水分も失ってしまいます。寝汗意外とたくさんの汗をかいてしまうんですよね。夜もちょっと弱めにエアコンやクーラーを回して快適に過ごしていただきたいところですね。汗をかいたらまずは水分を補うのが一番重要ですね。喉が渇いたら飲めばいいやっていう考え方は危険です。喉の渇きを感じるときにはすでに体は水分欠乏状態になっています。喉の渇きを感じるほど脱水状態になる前にこまめな水分補給が必要です。特に中高年以降になると喉の渇きや脱水症状を体が感じにくくなると言われています。暑い季節にはまだいいかなって思う時でも心がけて水分を摂取するようにしましょうね。また寝起きの時は意外と寝汗で水分不足になっていることが多いですので、まず朝起きたら一杯の水分摂取を心がけたいですね。汗をかき慣れていて汗をかく力が強い人では汗から塩分を失いにくい体になっています。同じ暑さでも薄い汗をかいてサラッとした汗になりますね。でもそういう人でも一度にたくさんの汗をかいてしまったり長時間炎天下でダラダラと汗をかき続けるような場合にはかなり濃い汗が出てきてしまいます。例えば夏に運動したりして1時間に1リットルとか2リットルを超えるような汗をかくような時には 0.9% の濃度に近い塩分を含んだ汗が出てしまいます。そうすると例えば1リットルの発汗で 9g 近くも塩分を失ってしまいますよね。汗をかいて塩分が失われてくると着ている服とか下着にも塩を拭いてきたりするので分かったりしますよね。そういう場合には水やお茶などで水分補給をしていると塩分が不足のまま真水だけが体に補われちゃうので体の塩分が足りなくなってだるくなったりぼーっとしたり頭が痛くなったりすることもあります。ひどくなると血液検査で塩分の指標であるナトリウムの数値が下がって低ナトリウム血症という状態になる可能性もあります。たくさん汗をかいた時は塩分も摂取して体のバランスを整えましょう。だいたいそういう場合は普段しょっぱいなって思う食事、塩辛とか梅干し、味の濃いラーメンとかがやたらと美味しく感じたりしますので、いつもより積極的に摂取して大丈夫ですね。
また大塚製薬が販売している OS1 という熱中症対策の経口補水液というのがあるんですけれども、普通のスポーツドリンクなんかよりずっと塩分がたくさん入っていて、病院で使う点滴に近い成分のドリンクがあります。普通の時に飲むとちょっとしょっぱくてまずいかもしれないですが、水分や塩分が不足している場合は飲むと美味しく感じますので、我が家では OS1 が美味しかったらちょっとやばいかもみたいに判断して、そういう時は塩分を少し多めに摂取するようにしています。ということで、今日は夏バテについてということでお話ししてみました。まだまだ厳しい暑さが続いていますが、皆さんも無理をなさらないように熱中症対策、夏バテ対策ができるといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。